ホンダドマーニ、ドマーニ、ドマーニは、ホンダ技研工業が生産、販売していたセダン型の小型乗用車である。コンチェルトの後継として1992年に発売された小型4ドアセダンで、シビックフェリオとプラットフォームを共用していた。取扱い販売店は、クリオ店で、イスズ自動車へもゼミに、4代目及び5代目として、OEM 供給されていた。や、 警察の捜査用覆面パトカーとしても使用された例がある。1992年10月30日に発表された発売は11月4日 EG 型シビックフェリオをベースとしており、車種は共有していたがバブル機に開発されたこともあり、内外装は完全にオリジナルのものが用いられていた。フェリオを上回る室内空間を獲得しているほか、全車運転席、 SRS やバック、ボディ同色電動リモコンドアミラー、ボディ同色ドアハンドル、フルオートエアコン、AM、FM ラジオチューナー内蔵カセットオーディオ、チルト機構付きパワーステアリング、パワーウィンドウ、パワードアロックが標準で装備された。1995年から2001年まで生産、販売されていた、欧州、英国使用シビック5ドアハッチバック及び、ステーションワゴン、 エアロデッキは、バンパーを除いた前半部の外装及び内装が、ドマーニと通りのデザインであるが、これらは、当時提携関係にあった、英国オースチンローバーグループ、アーグとの共同開発であり、欧州仕様のシビック五ドアをベースとして作られた、ローバー400シーズとは、姉妹関係にある。百九十三年からは、小型乗用車、ワンボックスを除くの自社開発から、 撤退したいズ自動車に、ジェミニとして OEM 供給され、二代目の生産終了時までの7年間供給が続けられた。EK 型シビック発売後も併売され、二代目インテグラに搭載された B18 バイトエンジンを積んだ 1.8SIG、1.8SI グレードが存在した。1994年2月25日に一部変更が行われた。 SI に、後部座席のセンターアームレストとオートアンテナを標準装備し、理解の 4WD をデュアルポンプ式に変更した。6と SI と SIG のボディカラーが追加された。さらに、Btech E リーンバーンの 6E フォンテーヌを追加した、形式 EMA7 エンジン D15 バイト運転席 SRS エアバッグオートエアコンは、 標準装備だが、オーディオはオプションで、ドアミラードアハンドルは、ボディ同色ではない。1994年5月19日に、SI をベースとした、クリオ10周年記念車、グランドステージが発表された、発売は、翌5月20日。1994年9月1日に、6をベースとした、クリオ10周年記念車、グランドステージ X が発表された、発売は、 翌9月2日、1995年10月12日にシビックフェリオのモデルチェンジに合わせたマイナーチェンジが行われた。メッキ枠が付いたフロントグリルに変更され、14インチフルホイールキャップのデザインが付加された。13インチは従来通り、白、黒、シルバー以外のボディカラーが差し替えられた。6E は CD チェンジャーコントロール機能付き AM。 FM 電子チューナー式カセステレオが標準装備となり、ドアミラーとドアハンドルがボディ同色になった。AT のセレクターボタンをメッキ化などが行われた。1997年1月30日にフルモデルチェンジが行われた。発売は翌1月31日。EK 型シュビックフェリオをベースにした2代目はバブル景気の崩壊によるコストダウンの観点から外装。 フロントリー衣装の変更や内装の一部を除いてほぼフェリオと共通となったためドマーニの独自性は薄れてしまった。ただし日本仕様のシビックには存在しないベージュ内装を選択できた。また仙台同様にイスズでジェミニとして OEM 供給されたがドマーニが全国リアウィンカーレンズであるのに対しカナダで発売されたアキュライルと同じアンバーとされ 差別化が図られた。フロントマスクは5台目アコードに近い独特な横長タイプであった。最上級グレードの X はトランスミッションはシビック同様ホンダマルチマチックが搭載されたがエンジンはシビックが新開発の1.5リットル3ステージビテックであったのに対して1.6リットルビテック E エンジンであった。2000年9月に シビックのフルモデルチェンジが行われた際に、車種整理の対象となり、インテグライス J と共に販売終了となった。これにより、クリオ店では2002年にフィットアリアンが発売されるま、小型セダンの取り扱いがなくなる。2006年2月に、ホンダ社が全店全車種併売となり、シビックフェリオ後継車である8代目シビックの取扱いが開始され、 5年後5ヶ月ぶりにシビック系のセダンがクリオ券で取り扱われることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。